新潟市の子ども条例は、安心して生きる権利や豊かに生き育つ権利など子どもの権利を明文化し、これを守る大人の責務を定めたもので、おととし4月に施行されました。江南区の商業施設で開いたイベントでは、市の職員らが条例の趣旨を説明したパンフレットを配り、買い物客などに子どもの権利への理解を呼びかけました。子ども自身の夢とか、あとはその意見を言う権利、そういったものも定めてますので、子ども自身一人一人が大切な権利があるということをご認識いただいて、生活していただければなというふうに思いますけれども。新潟市では近年、児童虐待の報告が増加傾向にあり、担当者は相談できる相手がいない子どもに対して専用窓口に電話するよう呼びかけています。